を奏で始め、最初のページ開いて。はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうもハコパンチャイズゲットです。ということでシャビラテトラレベル5完成いたしましたので、遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。最高。ナイスガード。ガベ君か。さあ味方の枚数が少ないですので、ここはどれだけ引きつけられるかが肝になってくるでしょう。ちょっと待って、なんでやねん、なんでか特殊移動できなかったんだけどまあまあまあ、でも敵引きつけられてて中継は取れているはずなので、まあ悪くないでしょう。本拠点から出て B に向かった方がよろしいかな。5番と4番がこっちに向かっている。5番と4番ガベラですね。ケンプファーが釣ってる感じですね。いいねいいね、ガベに追われるケンプファーダメか。オッケー。さあ中継はいただいていくぜ、その戦っているうちにな。オッケー、そのまま4-5を押さえて、オッケー、いただき。もらった、オッケー、オッケー。なあ、邪魔されていく。オッケー、わお、右の方に一番。全力。OK。さあ中継行きましょう。点が攻撃受けている。これ壊されるパターンですね。さあ敵さんが来ましたね。オッケー。さてと、拠点はまあ壊されると思いますが、あ、真ん中真ん中真ん中。戦力差はそこまでないんじゃないかな。ないよね。もうちょっとだね、もうちょっと。さあ E の敵が、OK、 おー、ぶねー、ありがとうございました。ということで、ジャキンとガブレタトラレベル5でございました。はい、まあ今回のこの動画を撮るまでにね、結構何戦かしたんですが、まあまあガブラテトラやっぱ強くて結構いい成績は出せるんですけどね、なんかね
これがガベだっていうね動画があんまり撮れなかったので結構やっちゃったね。はい、でも結構この今回の試合は満足ですね、イスゲ的には。うん、中継は撮ってたっけ、覚えてないな。あ、撮ってないね。うん、よくないね。はい、ということで成績の方は撃破6、損壊1、アシスト2、選挙2ということで、まあ味方さんケンプパーがすごいね釣ってましたね、敵さんを。はい、ということで、ラビッシュ時計見ていきましょう。せーの、ドン、うん、バンバンバンじゃないかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。水曜現場バイバイ、お疲れ様です。